3人来ました。はい、ご来場ありがとうございます。さあ、では、裏マスターズの第2回戦を始めたいと思います。画面左上がメソさん、ハンディキャップは54秒、そして、画面右上スターマンがスクラッチですね。で、画面左下、S ケンさんが50秒、そしてケントリスさんが11秒、そして、画面には映っていませんが森本さんがデスで参戦するんですが、それはハンディキャップは4分10秒。さあ4分10秒後にこれルールを明確にしておきます。1位で、あまりにも早く死んでしまった人はチャレンジでもう一度プレイすることができます。さあご来場ありがとうございます。4人に増えました。ご来場者が4人に増えました。さあ始めていきましょう。まずこれ、コウさんが一番最初のスタートっていうのは左手1本でやるということですね。さあ左手1本のコウさんからスタートします。それではいきます。3、2、1、スタート。さあコウさんの左腕がスタート。先ほども言いましたが、オーストラリア帰りのコウさん、さあ思い出は何かありますか？思い出話は何か楽しかったことはありますか？風俗とか風俗とか行ったんですか？水着の美女がいてナンパしてさあ水着の美女がいて楽しかったということで、さあ左手のコウさん、なかなか会長です。さあケントレスさん、画面右下もスタートしています。さあまだまだ森本さんまで4分あるんで、それまでは死なないでいただきたい。さあデスモード、デスモードは、音声のみの解説となります。デスモードはマイクを置いておきますんで、その音で皆さん感じ取ってください。さあ今 S ケンさん がスタート。さあメソさんもスタート。これで TGM 組は4名スタート。さあ順調に積んでいるのは、スターマン、左手のコウさんですね。で、2番手はケントリスさん。ケントリスさんが現在、そろそろ100へ届こうかというところ。さあ1人減ってしまいました、ユーストリームを見てる人が。さあ皆さんのプレーがしょぼいんで1人減ってしまいました。ユーストリームの人数頑張って増やしてください。さあコウさんが現在120、130へ行っているところ。あ、もうケントリさん追いついてますね。ケントリさんがほとんど追いついています。さあメソさんも順調に積んでいます。メソさん綺麗、S ケンさんも綺麗に積んでいます。画面左下、さあ画面右下のケントリスさんが今2番手でコウさんを追っているところ。さあデスの森本さんにはあと2分15秒ですね。あと2分15秒は死なずに頑張っていただきたい皆さん。さあメソさんが蓋をしてしまったが、これは大丈夫でしょう。さあ大丈夫、あケントリスさんがちょっと高い、大丈夫か。まあ右が空いてるんで問題ありません。さあ画面右上のコウさんが左腕で、おーっとテトリス2回。さあテトリス2回を決めたのは画面左下 1P S ケンさん。さあ萌え萌えいってるのが、画面左上のメソさんも現在142で、形は非常に綺麗な状態で積んでいます。さあ危なかったコウさん、一つ間違えれば死んでるところです。さあ今は今現在の1位はケントリスさんですね。ケントリスさんと順位がコウさんの順位が入れ替わっています。さあこれは大丈夫でしょうか。現在トップは252。さあ追いかける人頑張ってください。さあケントリスさん地形が危ない、画面右下。さあ画面右下の地形が危ないぞ、注目だ。これは今死んでしまうとチャレンジは難しいぞ。さあどうだ。さあケントリスは危ない、ケントリスは危ない。生き残れるか、生き残れるか。さあ生き残れない場合は何かしらの罰ゲームがあるかもしれない。さあ頑張ってもらいたい。さあどうだ、生き残りましたね、生き残りました、なんとか生き残りました。さあ現在トップはケントリスさん300に突入。さあコウさんも、さあコウさんがまくり返しましたね。コウさんが現在のトップ、現在トップは330。さあ森本さんそろそろ1分ぐらいですか、スタート。あと30秒でデスの森本さんがスタートします。
さあこのデスにまくられないように皆さん気をつけてください。さあどうだ、現在、1位はコウさん360、そして2位がケントリスさん、352、そして3位が、S ケンさん、さあ317、そして追いかけ、最後に追いかけているのは、メソさんが315。さあそして今デスの森本さんがスタート、デスの森本さんがスタートしました。さあこれは早いぞ、100を通過するのをちゃんと見てないと。さあ今トップのコウさんが400台に突入、そして今ケントリスさんも400台に突入。さあどうなる。さあ森本さんちょっと形が乱れている、これは音声のみでお楽しみください。現在死にはしないもののちょっと厳しい形か。さあコウさんがそうしてる間にも死にそうだ、コウさん大丈夫か。さあ左手一本でカバーできるかといったところ。さあケントリスさんとがだんだん迫ってきてますね。また再度ケントリスさんが猛追をかけている。さあメソさんもちょっと形が乱れてるから大丈夫か。さあ順調なのはこれはエスケンさんですね、エスケンさんが順調です。あっとちょっと目を離している隙に100を突破しているのはデスの森本さん。さあ非常に形も綺麗になって100を突破しています。さあさあチャレンジできますが、チャレ両替をしていないこのタイムロスはでかい、両替をしていないぞ。さあ森本さんの選択はチャレンジです、チャレンジしました。さあマスターモードで入らないので気をつけてください。さあデスでもう一度入り直す。さあ追い上げているが今左手の、目を戻すと左手のコウさんとケントリスさんが20時に突入、そしてエスケンさんも20時に突入、今メソさんも20時に突入した。現在トップは546。さあこれは差が詰まってきました。左手の、20G はあまり今日安定してないように見えたコウさんだったので、ここはちょっと不安材料がある。さあどうでしょうか、今メソさんも形をある程度戻してきた。さあどうだ、さあどうなんだ、ケントリスさんも形はそんなに良くないが、ここはすぐ死ぬということはなさそうだ。さあそうこうしているうちに森本さん2度目のトライで100を通過。さあ森本さんが100を通過してきている。さあどうだ、今おっとコウさん乱れたが今600に突入、そしてケントリスさんがもうまくってる形ですね、ケントリスさんが再度まくり返しています。さあメソさんも形が乱れ、そしてエスケンさんが今600に突入してきた。さあここはエスケンさんのまくりが始まるのか。さあ逃げ切るかケントリスさん、コウさん、さあそしてここはさあ今メソさんも600台に突入してきた。さあどうなる、ここはどうなるんだ。さあそしてちょっと目を離している隙にもう森本さんのデスが200を通過している。さあこれはワンチャンあるのかもわからない。さあ皆さんコウさん、メソさん、ケントリスさん形あんま良くないですね、それに比べていいのがエスケンさん、エスケンさんが700台にトップで立つかもしれない、トップに立つかもしれない。さあここは700台通過は、おっとまず最初にケントリスさんが1番手、2番手すぐにエスケンさん、そしてコウさんがまだ700台に突入できない。さあ大丈夫か、今700台に突入しました、形が良くない。そしてメソさんがコウさんに追いついてきている。さあどうだ、ちょっと目を離した隙にまたもや300を通過しているのは森本さんのデス、森本さんのデスも300を通過しています。さあさあ萌え萌えがまたエスケンさんに出ました。そしてエスケンさんが現在トップに立っているかケントリスさんか、ちょっと微妙なところ、これは800台突入でお知らせいたします。さあコウさんも苦しみながらもちょっとずつレベルを進めている。さあ800台突入はケントリスさんかエスケンさんか、さあこの2人画面、下側2人に注目。今ケントリスさんが800台突入、今エスケンさんが突入、そしてメソさんが窒息の危機を迎えている。さあメソさんが窒息の危機を迎えている、どうだ。さあメソさんがこれは窒息、766を超えれば、森本さんが4位に
上がるということになります。さあ森本さんが500を通過した。さあすごいスピードで追い上げている。さあ900台突入は、順位は1位グループは SKM さんとケントリスさん、画面左側、あ下側左右で今競っています。さあどうなるか。さあ非常に900台突入のレベルが順位が気になるところ。今 SKM さんが棒を飛ばした。さあ900台突入はどっちだ、どっちが速い、どっちが速いんだ。900台突入はさあ SKM さんが先だ。 SKM さんが先に900台に突入。そしてああちょっとレベルストップ痛い。さあ今ケントリスさんも900台に突入。コウさんどうした、コウさんが遅れている。さあコウさんが遅れている。そして森本さんがもうすでに630のところまで迫っているが、ちょっとこれは厳しいか。さあどうだ、これはどうなる。今現在2人とも950に差し掛かってきたところ、画面下側2人、左側がエスケンさん、右側がケントリスさんです。さあ今コウさんが900台に突入しました。今コウさんが900台に突入 しました。これはコウさん対森本の一騎打ちもなかなか面白い。さあどっちが1位か。まずは、画面下側左側右側のケントリスさん対エスケンさん。さあエスケンさんが1位。エスケンさんなんと9分14秒、9分14秒でゴール。さあ2番手はあーっとここでちょっと目を離した隙に森本さんが死んでる。そしてケントリスさんが今ゴール。そして3番手はコウさんが随分遅れてしまったが、これは頑張っている。窒息したら罰ゲームがあります。さあコウさん大丈夫か、あの罰ゲームを耐えられるのか。さあこれはでも大丈夫そうですね。今のはちょっとエスケンさんが図抜けてましたね。9分14秒で早すぎますね。さあコウさん、コウさん1曲歌ってもらえますよこれダメなら。さあ今コウさんも GM1 位エスケンさん、2位ケントリスさん、3位コウさん、4位がこれはメソさん、5位が森本さんということになりますね。森本さんが760でなんか窒息していたんでそういう結果となりました。